指を引き上げてしまわないっていうことです。こう勝手に5が離れた、4が離れた、3が離れた、2が離れた。皆さんこんにちは。今回は早く引くコツとマル秘テクニックをお伝えします。早いパスエッジ、ゆっくりから積み上げるように練習してきても、ある一定の速度で頭打ちになってしまいませんか？つまり一定以上、ある一定以上の速さで引くにはコツとマル秘のテクニックがいります。2回にわたってお届けするこのコツとマル秘テクニックは、基礎的な原理を習得すればあとは様々な音程に応用するだけなんですね。なので基礎的なスケールでまず一緒にやってみましょう。波長長のスケール、右手の下降形を使って説明します。今回のポイントはこの4つです。1、手のポジションを把握する。2、最小の動きでグループを引く。今回はここまでやります。そして3、マル秘テクニックでつなぐ。4、音楽のグループを感じるです。ではまず手のポジションを把握しましょう。手をそのまま鍵盤に置いたとき、ドから5の指で弾き始めますけれども、5、4、3、2、1というこのポジション、そしてミレドを3、2、1で、またシラソファを4、3、2、1で、またミレドがきます。3、2、1シラソファ4、3、2、1ミレド3、2、1というようになりますよね。まずはこのグループを把握するためにまとめて弾くと。ということを何度かやってみましょう。もし少しできるなら少しずつ早く。というようにやっていきます。続いて2番目のポイントである、最小の指の動きでグループを引くについてです。まず指は最小の動きをします。皆さんお手をお借りしていいでしょうか。僕たちの指はこのように可動しますよね。こういうふうに可動域があります。だけれどもこの端に行けば行くほど手しんどくないです。少しこの前腕に何か緊張を感じませんか？なのでできるだけ指を動かすときに美味しいところ、つまりこの辺りですね、可動域の中央辺り、最も動きやすいところだけ使います。つまり早く動かすためには動かしすぎない、まあ動かさないと言ってもいいかもしれないですけど、動かさないということが大事なんですよね。じゃあこの動きを意識しながら利権、鍵盤から指を離すという練習をしてみましょう。ではまず5から1のポジションに手を置いてみましょう。音を出してまず一斉に押さえてみてください。利権するとき、鍵盤から指を離すときに2つの方法があります。1つにはもちろんこうやって指を上げるっていうことですね。もう1つはこの前腕の回転を使って手をこう傾けるってことですね。こう傾けると自然に指上がりますもんね。こういうふうに今はこの右手を左手に回転するということをやりますけど、こういうことですね。どうでしょうか。少し見えやすいところで、もう一オクターブ下でやってみますけれども、こういうことですね。指を離す利権とこの回転の利権。さてここではこのどちらを使いましょうか。もちろん速いパッセージを弾くということが分かっているので、当然指を上げるよりもこれ一瞬で上がるので、こちらを利用するということをやっていきます。では一緒に練習してみましょう。この音を出して回転しながら上げていくっていうことをやってみます。実はこれもラヴェルが作品の中でこういう利権しながら声部を浮き立たせるっていうのをやってるんですけど、少しそんなことも考えながらやってみましょうか。じゃあ押さえてもらって、
ゆっくり回転しながら5が離れる、4が離れる、3が離れる、2が離れるということをやります。5が離れる、4が離れる、3が離れる、2が離れるですね。気をつけたいのはこの時に回転していって指を引き上げてしまわないっていうことです。こう勝手に5が離れた、4が離れた、3が離れた、2が離れたっていう感覚をゆっくりまず身につけます。ではこの5から1で慣れたら、もう一つこのミレドでもやってみましょう。3、2、1の指使いでこの回転で3が離れ、2が離れ、3が離れ、2が離れ、この時も引き上げないってことですね。回転で自然に離れる、回転するので自然に指がこう上がる、自然に指が上がるということです。で、肘こういうふうに上がらないようにしましょう。これでも回転しますけれども、前腕の回転だけをこう使いたいので肘は大体同じ位置にいます、ね、少しもちろん動きますけど肘でこう回転させないということが大切です。で、この時に体に馴染ませておきたい感覚があります。最初の指の動きを助けるために直線で動くということです。まず横の回転を軸とした直線です。このように少し手が下から上に向かって曲線を作ります。じゃあぜひ一緒にやってみましょう。最初は少し大げさにやりましょう。手首と腕下からで横に回すと、こういう形ですね。なのでこういうふうに横に今動かすということをやっています。じゃあこれ何回かやってみていただきたいんですけど、だんだん慣れてきたらこの動きをどんどん小さくしていきます。もちろん速くなればなるほど動きっていうのは小さくなるので、こういう形で横の動きを使うということを練習してみてください。続いて指の長さに従った曲線です。指の長さはもちろんそれぞれ違うので当然打鍵する位置が変わりますよね。いつも同じとこ打鍵するわけじゃないです。指の長さによって打鍵する位置変わります。これは当然のことなんですよね。それらをむしろ意識してこの指の曲線をこういう形ですね、むしろ意識してつまり同じところを打鍵するのではなくて、このタタタタタ、こういう形で曲線で打鍵するということですね。これも最初は大げさにやります。少し奥に入ってまた最初肘は少し手前ですけども、少し奥に入って戻ってくる、奥に入って戻ってくる、ほんの微妙なところなんですけれども、これを意識します。もしこのポジション難しい人、一オクターブ下でぜひやってください。この肘からまっすぐあたりがやりやすいと思います。肘から直線上にあるのでやりやすいと思います。では最初は大げさにやってますけれども、徐々に慣れてきたら少しだけで、そこに先ほどの横の回転も組み合わせます。
どうでしょうか。これ5-4-3-2-1打ちじゃなくてとかですね。他の音域でもこれやってみてください。つまり横の円運動と縦の曲線、まあ少し円のような半円ぐらいですけれども、がこう組み合わさるというようになります。言葉で言うと簡単ですけど、意外と難しい、少し時間かかる感覚だと思うので、今回はあえてここでこの動画止めようと思ってます。たった2つのポイントなんですけど、皆さんにぜひこの早く弾くためのコツとテクニックをマスターしてもらいたいと思っているので、かなりじっくりやりました。特に2つ目のポイントは慣れるのに時間かかると思うので、焦らずじっくりやってください。早く弾くためにこそじっくり練習しましょう。また一緒に続き頑張りましょう。左右というようになります。慣れてきたら徐々にちっちゃい音にしてみましょう。鍵盤のそばあたりから。皆さんこんにちは。引き続き早く弾くためのコツとマル秘テクニックお伝えします。前回のおさらいをしておきましょう。4つのポイントがあるとお話ししました。そのうちの2つ、1つ目の手のポジションを把握する、2つ目の最小の指の動きでグループを弾く、この2つに取り組みました。少しずつ慣れてきたでしょうか。それでは3番目のマル秘テクニックでつなぐに行きましょう。このテクニックを使ってグループとグループをつないでいきます。このテクニックの要点は、前腕の回転を使ってなおかつ親指を手のひらの下にこのように潜り込ませない、必ず外側にあるということです。音を出す前にこの前腕の回転を使う練習を少しやってみましょうか。ではまず左手を右手の肘に当ててください。そして肘の位置、おおよそそのまま、もちろんこう固定する必要はないんですけど、おおよそそのままでこのようにくる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 っとやってみてください。この時に大切なのは、この前腕と手が一つの塊のように感じられるということです。例えば手首でこのように分離する感じにならない、まあ、この逆もそうですよね。このように手首で分離してしまわないように、おおよそ直線上に前腕と手が来るということがポイントです。ではこのまま親指だけでこの回転を使って音を出してみましょう。こういうふうになりますね。肘、およそ同じ位置で回転だけ使います。でちょっと左手見えやすいようにやりますと、回転した後この親指しっかり支えてあげましょう。こういう形に落ち込んでしまわないというのが大事です。はい、どうでしょうか。ではこのマル秘テクニック早速応用していきましょう。このザップと矢印がついている部分、つまりこのグループとグループのつなぎ目にこのテクニックを使っていきます。では一緒にやってみましょう。まずこの親指の打点とともに、このように左向きに回転します。回転が勢いがつくと、このファよりもファの音よりもこのように回転すると、3の指が追い越すことができますね。こういうふうにで、この時のポイントは決して親指が潜り込まないということです。こうファファを弾いてこういうふうになんないということですね。でこれをなぜしないかっていうと、このファを左向きに回転して弾いて、その後またくるっと右側に返すんですけど、その返した時に身を、まあ、3の指で打点しますが、このレドがすぐこう出てきたいんですよね。つまり3で打点する、その時にまた戻った時にレドがすぐこう出てるっていう状況ですね。ファの時に親指を潜り込ませてしまうと、身を打点しても親指出てないんですよ。なので例えばそのまま早くは弾けなくなってしまうわけですね。なので
この前腕の回転を使うときに親指を潜り込まさないっていうのが大事です。つまり左向きに回転して、この時に指は決して引き上げません。でそのまま手が回るだけで、追い越してるんですけど、これ追い越してるだけで別にこう親指こうやってませんね。そのままの手がこうなるってことです。そしてミの時に今度は逆向き、右側使います。こういう形で、このミの時にすぐレドが出てるっていうことが大事ということですね。しつこいんですけど、親指潜り込ませると絶対できないんで、この準備ができなくなるので、これすごく注意しましょう。ゆっくり何度かこのファ、ミだけやってみましょう。左向きの回転を使って親指打鍵して、その勢いで指が回転しますね。でも今度は戻す、戻す、左右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 というようになります。慣れてきたら徐々にちっちゃい動きにしてみましょう。鍵盤のそばあたりから回転させる。今最初はこの大きくやってましたけれども、徐々に動きを小さくします。ではゆっくりグループとグループつないでみましょう。前回のこの横回転というのは、まあこれの実は呼び水なんですよね。なので、横の回転と前後ね、皆さん練習してくださってると思うんですけど、を使って、ここで親指を追い越して、今度は右に回転してレドがすぐ2-1が出る。で今度また同じことですね。こうドの音の親指で今度は4が来るぐらい、かなり左向きに強く回転させる必要があります。なのでここよりもこっちの方がよりこのなんかエネルギーを要するということになりますね。でこれももちろん4できるだけこう来たいんですね。なので少し手が斜めに入ってあげると楽です。このままだとどんなにこう回転しても4、4のところに来ないので、少し手がこういう形ですね、斜めに入ってあげると潜り込ませないまま、潜り込ませないまま4をできるだけ近くに持っていく。そしてまた右回転で3-1が出てくると。なのでこの1-3よりも1-4の方がより大きなエネルギーを使うということがとても大切なポイントです。でもちろん4の時こそ親指を潜り込ませないっていうことをぜひ注意してみてください。しつこくて申し訳ないんですけど、潜り込ませると絶対できないんで。ではこれらのグループをつなぐっていう練習をまずゆっくりやってみたいと思います。最初は動きも大きく大げさにやります。慣れてきたら少し速くしてみましょう。もうほとんどあまりこれやってるように見えないと思うんですけど、小さな動き実はやってます。はい、どうでしょうか。こっからどんどん速くしていきます。この塊をまずじゃあつなぐ、2つつなぐっていうことをやってみましょう。こういうことですね。この動きできるだけ小さくやります。
次難しいんでミレドからもう一回やってみたいと思うんですけど、ここもこの動き、またじゃあミレドから下行ってみましょう。もう一回回転をうまく使えるとどんどん速く弾くようになります。では最後のポイントです。この加工音形を一つのまとまりとして大きなグループとして感じていくということですね。皆さんはそれぞれのグループをこのマルチテクニックを使ってつなげて弾くことができるようになりました。最後はこれらを一息で弾き切ります。つまり腕だけじゃなくて上半身も一緒に左に少し傾きを使って弾きます。さらに少し腕手首は下からスタートして上に上がるということを使ってというように手出してしますというように一息で弾きます。どうでしょう、音楽のグループを感じて一息で弾くことができたでしょうか。ここまで4つのポイントで早く弾くコツとマルチテクニックを解説してきました。この基礎的な原理は早く弾く必要のあるパッセージ様々に応用することができます。例えばショパンの黒鍵のエチュード、このような箇所あると思うんですが、一見すると全く先ほどのスケールと違うように思われるかもしれませんけれども、原理は同じです。このパッセージこのように2つに分かれますというグループとですね、まず皆さんと前回今回の動画でやったようにまずはこのグループ弾けるようになるということですね。そしてその後にこの回転して戻ってくるとというテクニックを使います。そうするとというように早く弾くことができます。もしこのエチュード苦労していらっしゃる方がいれば今みたいなことをヒントにしてくださるとうまくいくんではないかと思います。